はい、ロマンシングサガ2実況プレイのパート26やっていきたいと思います。さあこんな終盤まで来て、ちょっと先行きが不安になってまいりました。ちょっと残すところ加入させるクラスがあと1個というところなんですけれども、そのクラスを加入させてなおかつ陣形も、回収するとなればですね、次の年代ジャンプを、7英雄を倒すことなく発生させて、なおかつ160年以上、経過させなければならないという事態に陥ってしまいました。というね、まあやっていくんですが、イベントが発生して北に行ったっていうイベントをまず見たんだよね。はい。うん。主人の人が北に行ったということで、サラマットか。アマゾデスの村にパッと行けるなんてのはちょっと嬉しいっちゃ嬉しいかもしれないね。からかよ。おっとどーん。だんだんね、LP なくなってきてるからね。そろそろきついっちゃきつい。まあ、いよいよ、パーティー別に結構覚えるも覚えたからね。パーティーこれじゃなくなって、もう別に痛くも痒くもないじゃないんだけど。別に大きいイベントもやるわけじゃないからね。ボス戦だったりとか。お、朝に行ったと。呼べました。で、火山の噴火も阻止したので、イベント発生しますが、ちょっと条件によってはこれ、進められなくなってしまうので、要注意。ゼミオですね。はい。で、ここ宝箱中身が入りました。ギターゲット。どいつだっけ。うん、カンバーランドへ行った。まあちょっとしたわらしべイベントみたいな。わらしべでもねえか。物ブツブツ交換的なことしないもんね。わらしべではなかったです。場所フォーファー。女の子。子供ね、すっとこういうの覚えるんですよね。次はステップへ行った。平和にしといてよかった。まあ別にこれ全部見る必要ないんだけどね。ある場所大体分かってっから。サバンナに行ったという情報を得ました。徒歩で行く必要はねえな。南の集落。
ちょいちょいイベントのあるシロアリの巣、串作ったりね、詩人のイベントの楽器取りに来たりね、あと今やりますけど、あの魔石ね、あの宝石鉱山で手に入れた魔石、ここで、使うかどうかわかんない、でもできれば使いたくないけれども装飾品に変えてもらいましょうか。はい、指輪に変えてもらいました。これを装備すると、外せなくなります。で、皇帝のお城のねベッド以外で寝ると仲間の LP を吸収するようになります。まあ、それを利用したね、編成の調整もできるんですけれど、まあ何分ね装備が1個固定されてしまうんでね、できれば避けたい。そんなもんに1個奪われてるぐらいだったらドロップリングつけたのが100倍マシだわね。でこれ楽器があと、ここでファゴットになってる。今2個か。無駄に砂漠越え。現時点で取れるかな。あった。ライン族の村、洞窟行ったという情報を得ました。ちょっとずつ今回ここを攻略しましょう。
LP がね、結構ね、辛くなってきたからね。あまりもう減らしたくねえぞ。まあ戦闘はね結局しないと目的に達せらんの目的にね届かないんでやんなきゃまずいんですけど、俺が何をした？ハームバトラー来た。あいつ実質虫最強じゃなかった？あ、違うか。まだいるな。カイザーアンドだ。上には上がいる。虫後ろ。いや待てよ。こうしてこうのここかな。せいだー、結構入ってた音の割に。なんかなかったっけ、こっちなんかあんまりうまみもなかったっけ。ないー。凄まじいするスキルです。あまり褒められたもんではない。後ろからやられるのは回避したい。後ろからじゃない、俺が突っ込んだ。正面からだからまあやってやるか。やりたかねえけど戦闘回数は増やしないようにならんからね。そう、逃げてもいいですよ。戦闘回数には加算されてるから。だから時期的にね、イーストガード最後に加入させて、途中で全滅して、しばらく修行して、から、ワグナス倒そうかなってちょっと企んでたんですけど、それどころじゃなくなってしまった。止まんなくなってきた。
あの先なんかあった気もするけど、ランサーあるんだけど、ランサー持ってるからね。おお。でも捨てたものは結局箱の中に入るだけ、箱で倉庫に戻るだけなので。あれ？あ、そっか。あれ自体がもう送られたんだ。あ、あまりよろしくないでが。なんとかなるべ。ね、でかい相手にビビりすぎだな俺。多いなあ。いやあ、来た。アルビオン来ちゃった。いやあ、この男、お方はですね、もうアルビオン師匠と言いましてですね、こいつを相手に全ての技をひらめくことができるという、ほら来た。フラグ回収早っ。まあ、魚類最強の敵ということでね、技術点一番高いらしいんですよね。わあ、ポンポン来るね。うわ、早い早い早いね。やばいのこいつ。いやー、逃げて挑んで繰り返したい、こっちに。すげー、千手観音を覚えたー。いわゆる体術の最強技とか、このゲームにおけるも最強技ですね。いや、このくらいできたら相手してやるよ。どうせストーンシャワーで一網打尽だ。
いやー、千手観音、これは熱い。文句なしの最強技。オフ。タームバトラーがいない、怖くない。あの習得者祝福ってやつも、その能力レベルに応じて、わ、4000ダメージ、腕力とか魔力とか一気に上げてくれるっていうね。待て待て、終わっちゃう終わっちゃう。おいた、あ、あぶねえ。あいつのはまずかったな。4、防がれて576ですよ。お、カメゴーラ割り。あー、大体覚えたね。大体覚えたけど、なんかいろいろ途中すっ飛ばして覚えちゃったな。じゃあボス。わあ、肩透かし。残りなんかどうやってひらめこう。いや、でも触手やられたらやべえな、こいつら。来るか分かんないけど。はい、当たりが来た。まあまあ痛い。よし。ここもクリア。いやー、さてでは問題のですね、いよいよ見ていかないと。これ知ってるわ。もう一回見たイベントが出るとここは飛ばしますが、アリア半島からと。よし、いやー、アルビオンが出て、あ、やべ、持ってるだけダメか。あ、やべ。よし。じゃあね、今回も一旦ここで一区切りにします。さてでね、次回一応この残りのギャロウイベントもう一回発生させたところですけれども、できればギャロウイベントな、ここで終わらせたくないんだよな。まあちょっとやれるだけやってみます。はい、というでね、ロマンシングサガ2実況プレイパート26、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。